ユーキリット。あなたがいなかったら、私は。感じ。違います。違うって何が？すごいのは乾さんの方です。え？ロマンチックな部屋だね、ホタルちゃんの部屋。薄暗いところが好きなの。ところだわ。私を邪魔者扱いしてきたシルバーミレニアムなど、こっちから断ち切ってやるわ。わかんないです。お腹が切ないです。なんてが、そんな傷くらいで死んじゃうわけないでしょう。お願い、目覚まして。できるか！なんだよ、絶対最初から見せる気なかったろ。てか、ソスンサって誰だよ。やっふふん。つくね喜んでくれるといいな。他人が不幸になっても絶望しちゃっても、私がハッピーならそれでいいよね。それにね、人が苦しんでるのを見ると、ああ私は幸せ。さあ白井、来るのだ。待ってくださいまし。ウィハルたちを放り出しては。仕事は放り出してもいいの。おカバンお持ちします。しょうがないでしょ、寝坊しちゃって。そんなことより、ほら、1時間目は体育だから早く行かないと。誤解のないように言っておきます。ダークネスになった時の私の発言も行動も全部本当の私じゃありませんから。